こんにちは、明日来るの案内人です。2024年さまざまな地震が起き、我々人類に多大な被害をもたらしましたね。その一つとして挙げられるのが能登半島地震。実はこの能登半島地震、とある一人の日本人が予知していたのはご存知だろうか。おそらく知らない人が多いと思います。もしも全国的に知れ渡っていれば、能登半島地震の被害も最小限に抑えられたかもしれません。今回は今後予言されている大災害をまとめた総集編になります。信じるのか信じないかの最終判断はあなたですが、情報を手に入れることはそんなことではないので、ぜひ最後までお付き合いください。それではどうぞ。こんにちは、明日来るの案内人です。突然ですが、2024年は複数の大災害が日本を襲うと言われているのを皆さんはご存知ですか。2024年1月1日16時10分、石川県能登半島をマグニチュード 7.6、最大震度7の大地震が襲いました。能登半島地震では、現段階で死者240名、重傷者320名に加えて、住家被害も激しく、全壊3125棟、半壊4067棟という大きな被害をもたらしました。また、能登半島地震から1ヶ月が経過した今でも、地震活動は活発に続いており、震度1以上を観測した地震が1600回、そのうち震度5弱以上を観測した地震は17回にも及びます。能登半島地震のような大地震が何度も起こると思うとゾッとしますよね。今回は2024年に起こると言われている大災害について解説していきます。過去5年間の地震を紹介。まず過去5年間に起こった地震を紹介します。九州地方全域に多大なる被害をもたらした2019年1月3日18時10分に発生した熊本県の大震災は、マグニチュード 5.1、最大震度6弱を観測しました。震度1以上の地震は2019年で1559回、そのうち震度5弱以上の大きな地震は9回発生しています。2015年から4年ぶりに2000回を下回りましたが、それでもかなり多いと言えるのではないでしょうか。2020年には茨城県沖でマグニチュード 5.7、 最大震度5弱の地震が発生。東京都内でも震度3を観測した大きな地震ですので、記憶に残っている方も多いのではありませんか。2020年は震度6弱以上を観測する地震はなかったものの、震度1以上の地震は1704回に達しました。4月から5月にかけては長野県と岐阜県の県境付近で群発地震が発生し、2020年5月に日本全国で発生した213回の地震のうち半数近くの104回を占めました。2020年で最も強い揺れを観測したのは、2020年3月18日石川県能登半島を震源とするマグニチュード 5.5、 最大震度5強の地震で、地震の中心である震央に近かった輪島市では建物の一部に損壊が出るなどの被害がありました。2021年は震度1以上の地震が過去5年間で最大の2406回にも上り、2000回を超えるのは3年ぶりとなり、震度3以上の地震233回を超え、そのうち震度5弱以上の地震は10回発生しています。2021年2月13日に福島沖でマグニチュード 7.3、 最大震度6強、2021年3月15日には和歌山県北部でマグニチュード 4.6、 最大震度5弱など大きな地震が複数発生しています。2022年には2020年でマグニチュード 5.7、 最大震度5弱の地震を観測した茨城県沖でマグニチュード 6.0、 最大震度5弱の地震が2022年5月22日に、茨城県南部でマグニチュード 4.9、 最大震度5強の地震が2022年11月9日に発生しています。同じ年に近距離で大きな地震が来るのは本当に怖いですよね。2022年に日本国内で起きた震度1以上の地震は1945回に達しました。2000回を超えた2021年に比べれば減少していますが、震度5弱以上の地震はなんと15回と2021年を上回っています。2023年6月11日、北海道浦河沖でマグニチュード 6.2、 最大震度5弱を観測しています。北海道浦河といってもピンとこない方は多いのではないでしょうか。皆さんは北海道全域に莫大な影響を及ぼしたマグニチュード 7.0、 最大震度7を観測した胆振東部地震を覚えていますか。北海道浦河は胆振東部地震の震源地に極めて近い場所にあります。また2023年には5月だけでも震度3以上の地震が40回を上回り、震度5弱以上の揺れは6回発生しました。1年を通して震度1以上の地震回数は2139回となりました。過去5年間で9753回と1万回近くの地震を記録しており、地震大国と言われている我が国日本ではいつどこで大きな地震が来てもおかしくはありません。それは元日から能登半島地震という最悪の幕開けをしてしまった2024年も変わらずに言えることでしょう。このチャンネルをご覧になっている賢い皆さんであればもうお
気づきかと思いますが、過去に大きな地震を起こした場所では数年後にまた大きな地震を繰り返しています。過去に起こった地震を研究し、いつどこでどれくらいの地震が発生するのかを予測している方がいるのを皆さんはご存知ですか？能登半島地震は予知されていた。今から1年前の2023年1月に東海大学静岡県立大学客員教授で日本地震予知学会会長の長尾俊康氏は、1993年の能登半島沖地震、2007年の能登半島地震の震源分布を詳細に見ると、海岸線に沿って大きな断層が隠れているように見えます。ここでマグニチュード7クラスの活断層型地震が起こる可能性が高いと考えられます。地震予知研究のグループでも、近い将来能登半島内陸で非常に大きな地震が起きるのではと警戒し、観測網の強化を進めていますと警鐘を鳴らしていました。また能登半島地震についても長尾氏は語っています。今回の地震は東日本大震災や関東大震災などを起こしたプレート境界型ではなく、1995年に起きた阪神・淡路大震災などと同じ直下型です。直下型としては、1891年に岐阜県愛知県を中心に発生した濃尾地震に匹敵する規模で、エネルギーは阪神・淡路や2016年の熊本地震の4倍に相当します。発生を予測していたとはいえ、ここまで大きな地震になったことは非常に衝撃的です。能登半島先端部の群発地震で歪みが溜まった断層の割れ目に、地下深部から上昇した高圧・高温の地下水が染み込んだ影響が考えられます。断層の割れ目が流体で滑りやすくなり、条件が重なった結果、約 150km もの断層が動く巨大地震になったと推測されます。さて、能登半島の異常をいち早く察知し警鐘を鳴らしていた長尾氏は、なぜ地震の発生場所と規模について予測が可能だったのでしょうか？長尾氏は、気象庁が公表する地震の震源データを独自開発したアルゴリズムで解析しており、異常が起きているエリアを天気図に模してマップ化した地下天気図を随時作成しているそうです。今後30年間で震度6以上の地震が起きる地域、先ほど紹介した過去5年間の地震でも分かる通り、一度地震が起こると同じ場所や近辺で何度も地震が起こったり、地震だけにとどまらず建造物の倒壊、火災、地盤沈下、津波などが起こることも予想されます。自分や大切な人の命を守るためにも、大きな地震が起きるであろうと予測されている地域を把握し、普段から防災の準備を行っていきたいところですね。それでは、具体的にどこで震度6以上の地震が起こる確率が高いと言えるのでしょうか？これから起こるであろう地震に備えていくためにも、今後30年間で震度6以上の地震が起こるであろうと言われている地域を紹介していきたいと思います。地震大国の日本では、地震が起こる確率が 0% の地域は残念ながらありません。震度6以上が起こる確率が高い地域を紹介しますが、その地域に該当せずとも日本全国で地震が起こる可能性は十分にありますので、警戒していきましょう。まずは北海道では、太平洋側で震度6以上の地震が起こる可能性が高くなっています。東日本大震災が起きた福島県、宮城県沖でも震度6弱以上の地震が発生する確率が高くなっています。次に東京都、茨城県、千葉県、神奈川県を中心とした広範囲の関東地方が確率が高くなっています。さらに東海地方から九州地方にかけて存在する南海トラフも、震度6弱以上の地震が起こるのではないかと言われています。今後起こりうる震災では、この震度6弱以上の地震が起こるであろう地域では、どのような地震が起こると予測されているのだろうか？過去5年間において、2023年と2021年、2019年に千葉県、2020年、2022年に2回、茨城県周辺で震度5弱以上の地震が関東地方では起こっています。なんと関東地方では、恐ろしいことに首都直下型地震も起こるのではと噂されています。首都直下型地震が起きると関東全域に大きな被害をもたらし、死者は2万3000人、経済被害はおよそ95兆円に達すると想定されています。そして東海地方から九州地方までの南海トラフ、ここで予測されているのは、史上最悪を及ぼすと言われている南海トラフ巨大地震です。南海トラフ大地震はマグニチュード 9.1 と想定されており、首都圏から九州までの広域に甚大なる被害を与えると言われています。過去に南海トラフで前代未聞と呼ばれる大地震が起きた際には、最大震度7に値する地震が発生し、死者は1万人を超えたとされています。また先ほど紹介した能登半島地震を予測していた東海大学静岡県立大学客員教授で日本地震予知学会会長の長尾俊康氏は、南海トラフ巨大地震の予兆についてもこう語っています。和歌山県と徳島県に囲まれる海域、紀伊水道エリアは2022年5月頃から活発化が続いている。このエリアではマグニチュード7規模にもかかわらず、身体に感じないほど揺れが遅いスロースリップ型の地震が2018年に起きたことが分かっています。中長期的に見れば、南海トラフ地震の前触れとして警戒すべきエリアであることは間違いありません。メカニズムは未解明ですが、歴史的に南海トラフで巨大地震が発生する数十年前から内陸型地震が増える傾向があるとされています。1854年に起きた安政東海地震の前も、1944年昭和東南海地震
地震の前の40年間にも中国、四国や近畿を中心に内陸で地震が頻発しました。2020年から能登半島の珠洲市の近辺では群発地震が起きていて、2023年5月にはマグニチュード 6.5 震度6強という地震も発生していますが、この3年の間にマグニチュード1以上の地震が約1万4000回も起きていたそうです。その群発地震の割れ残りが存在し、今回の能登半島地震が発生したと言われています。そしてこの群発地震の割れ残りが存在し、大震災を引き起こすのではないかと言われている地域が他にもあります。なんと人口約160万人を要する福岡市です。福岡市では2005年にマグニチュード 7.0 最大震度6弱の福岡県西方沖地震を引き起こした警護断層に割れ残りが存在すると言われています。2018年に北海道で発生した胆振東部地震も、あの東日本大震災の割れ残りが原因で発生したと言われています。そう言われると説得力もあり、油断できない状況だとわかりますよね。いかがだったでしょうか。過去5年間で最大震度5弱以上の地震が1年あたり少なくとも7回以上、多い時には15回起きたことを考えると、2024年も10回程度最大震度5弱以上の地震が発生すると言えるでしょう。いつどこで起こるかわからない大災害に備えて、家の耐震化や家具の固定、火災対策を行い、防災グッズの準備を行いましょう。またハザードマップで自宅や勤務先の周辺でどのような災害リスクがあるか調べておくことも大事でしょう。ではまた。世界で起きているマグニチュード6以上の地震の 20% が日本付近で起こっていることを知っていますか？どうも皆さんこんにちは。明日来る案内人です。冒頭にも話した通り、世界で起こる大きな地震の約 20% が日本近郊で起きています。なぜこれほどまでに日本で大きな地震が起こってしまうのでしょうか。日本は環太平洋地震地帯にあり、地殻変動が激しく地震活動が活発であることが大きく、日本周辺には大きな4つのプレートがあり、それらが動くことでマグニチュード8クラスの海溝型地震が発生する可能性もあります。それでは平成に起きた地震を振り返ってみましょう。阪神淡路大震災。1995年1月17日、淡路島北部を震源とするマグニチュード 7.3 最大震度6の地震が発生。この地震による被害は死者6434名、家屋の全壊が約105,000棟、半壊が144,000と、人的施設間と被害ともに大きいものとなりました。鳥取県西部地震。2000年10月6日、鳥取県西部を震源とするマグニチュード 7.3 最大震度6強となる地震が発生。2016年4月14日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 6.5 最大震度7の地震が発生。この地震で最も特徴的なところは、震度6以上の揺れを複数回にわたって観測しているところです。これにより建物の全壊が8300棟、住家被害は16万棟、45万棟の断水、交通網についても一時不通になるなど大きな被害をもたらしました。以上が平成に起こった規模の大きい地震でした。特に東日本大震災は印象が強いのではないでしょうか。このように平成だけでもこれほどの巨大な地震が発生しています。私たちの住む日本には地震がつきものです。この先起こるとされている南海トラフ巨大地震の他にも、起こると予測されている地震がありますので、それらを紹介していきましょう。これから起こる地震10選。
南海トラフ巨大地震、南海トラフ沿いで発生する可能性が高いとされており、西日本の広範囲にわたる大きな被害が予測されています。こちらは今までも何度も取り上げていますが、特に大津波の被害が大きくなることが予測されており、その被害は東日本大震災の10倍以上になるとされています。首都直下型地震、東京都やその周辺で発生する可能性があるとされている地震です。首都圏における人的経済的な影響が非常に大きいと考えられており、日本に及ぼす影響は計り知れません。首都直下型の地震の場合、一番の被害は火災による被害となります。ガスの爆発、断線による火災、さまざまな火災の要因があります。特に東京やその周辺は人口が密集しており、この地震による死者の7割は火災によるものだと予測されています。東海地震、静岡県の東海地方を震源とする地震で、これも南海トラフ地震の一部とされる場合があります。駿河湾から静岡県の内陸部を想定震源域とするマグニチュード8クラスの地震です。東北地方太平洋沖地震、2011年の大震災もこの種の地震で、同様の地震がこの先起こる可能性があります。こちらは皆様も記憶に新しいと思いますが、あのクラスの地震がこの先再度発生するかもしれないと考えるととても恐ろしいですね。北海道東部沖地震、北海道東部沖で発生する可能性がある地震で、大規模な津波を起こす可能性があります。こちらの地震は最大で震度7を観測し、震源から少し離れた札幌でも震度5強から6弱の揺れを観測しています。こちらについてもマグニチュード6から7規模の地震となり、全道で大規模な停電被害も発生しました。中央構造帯地震、中央構造帯地震は日本の複雑な断層帯に由来し、大きな地震を引き起こすリスクがあります。奄美大島近海地震、奄美大島の周辺で発生する可能性がある地震で、この地震は過去にも何度も発生しており、マグニチュード5以上、大きくてマグニチュード7クラスの地震が起きています。発生頻度が他に比べても多く、対策が必要です。能登半島地震、石川県能登半島で再度発生する可能性がある地震です。こちらについては最も最近起きた大きな地震ですが、震源地とされている場所から北東の位置に割れ残りがある可能性が高く、近いうちにマグニチュード7クラスの地震が起こる可能性があります。この地震が発生した場合、最短数分で津波が新潟県に到達する可能性があり、極めて危険な地震といえます。福岡県西方沖地震、九州の北西部沖で発生する可能性がある地震で、2005年にマグニチュード7クラスの地震が起きています。また研究によると、現在は活動周期の満期にあたり発生する可能性が高いとされています。琉球湖大地震、沖縄を含む琉球諸島周辺で発生する可能性がある地震で、この地域はプレートの境界に位置しています。この地震では最大マグニチュード8クラスの地震が起こる可能性が指摘されており、その確率は30年以内に 90% 以上という。またこの地震では最大30メートルにも及ぶ巨大な津波に襲われる可能性もあり、非常に危険な地震です。このように北は北海道、南は沖縄まで日本各地で起こりうる可能性のある巨大地震ですが、日本国内には安全な場所はあるのでしょうか。また日本に住んでいる我々は地震の揺れに慣れてしまっていて、どのくらいの揺れが危険なのかわからない人も多いでしょう。まずは震度の基準についておさらいしましょう。日本の基準では震度4以上が危険とされています。震度4になると吊り下げられているものが大きく揺れたり、立て付けの悪い置物などは倒れる揺れの強さです。震度5弱になると棚にあるものが落ちてくるなど、壁などに捕まりたくなる揺れを感じます。震度5強になると物につからないと歩くことが難しくなり、固定していない家具などが倒れる恐れがあります。震度6弱以上になると立っていることも困難になり、耐久性の低い建物から倒壊が起こる可能性が出てきます。このように震度4以上の地震が起きた場合、何かしらの被害が生じる可能性が出てきます。そこで震度4を超える地震を対象に、震度4以上の地震が少ない県をまとめてみましょう。1919年1月1日から2023年
7月までの期間で最も回数が少なかったのは佐賀県で14回、次に少ないのは富山県で15回という結果になりました。この数字を確認して安心した方もいるかもしれません。ですが、気をつけなくてはいけないことがあります。それは地震が少ない県でも地震への対策は必須であるという点です。最も少ないとされる佐賀県や7位に入る福岡県は震度6弱の地震が発生したことがあります。10位に入る高知県は南海トラフ巨大地震が発生した場合、震度7という揺れに襲われる可能性があります。地震の回数が少ないとはいえ、大きな地震が発生するリスクがないわけではないということです。いかがだったでしょうか。地震大国日本は地震とは切って切り離せない関係にあります。今後起こりうる地震を知り、少しでもできる対策を少しずつしていくことが大事です。それでは。グアム最強と言われる預言者B・ネルソンが語る未来への警告。第三次世界大戦、巨大な大災害、一体彼女は何を語るのでしょうか。こんにちは、明日来る案内人です。今回はグアムに住む最強と言われる預言者が語った未来についてお話ししていきます。彼女はグアムで農園を営んでおり、植物を通じて子供たちに薬の作り方などを教えているそうです。そんな彼女ですが、ある肩書きがあります。スルハナ。スルハナとは日本でいうところのユタのようなもので、通常感じることや見ることのできない霊界のことや霊的な動きを見通すことができる霊媒師です。現在はグアムに2人しかいないとされ、非常に貴重な人物です。彼女がスルハナとしての能力に目覚めたのは幼少の頃、かなり小さな時から霊的なものが見えていたそうで、例えば人の死期が見えていたそうです。町の人々は医者などに行っても治らない時、彼女のもとに訪れ助けを求めます。彼女は治療をするだけではなく、植物を通じて薬の作り方を教え、B さんがいなくとも自分で治療できるように治すことができるというスタンスで治療をしています。彼女は治療に薬以外で使っているのはマインドと祈りだと語っており、彼女は自分たちについている精霊を呼び助けてくれるようにお願いする。そのほとんどはご先祖様の精霊らしい。その精霊は治療をする際、相手がいい人でなければ治療しなくていいと言ってくることもあるそうで、良いことをすれば良いことが返ってき、悪いことをしていれば必ず罰せられる。自分の行いを正し、ご先祖様に対してお祈りすることが非常に大事なのです。マインド思考を通して全てのことができると語っており、心を受け取る側の場所だとすると、マインドは物を動かしたり自分から与えることができる場所だと言います。マインドは考えることで、全てがこのマインドでできているという。この話を踏まえて考えてみると、全てのものは人間の思考によって生み出されています。思考するということの大事さがよくわかりますね。そろそろスルハナというものに興味が出てきた頃ではないでしょうか。ここでスルハナについて少し詳しくお話しいたしましょう。スルハナとは女性のヒーラーのことを指す言葉で、男性はスルハヌと呼ぶ。ヒーラーというのは単に医者のような治療者のことを指すのではなく、霊視等を行える霊媒師のような視点で治療を行う人のことを指すらしい。霊やスピリチュアル的に目に見えない問題で治療に来た人には、 B さんのようなスルハナ、スルハヌが見て治療します。その後どのような行動を取るべきかなど助言を行い、 B さんに頼らなくとも良いようにするそうです。視聴者の皆さんの中にも霊能力などのスピリチュアルな力に興味がある人もいるのではないでしょうか。スルハナ、スルハヌになるためにはどうすればよいのでしょうか。 B さんのおばさんはとても強い力を持ったスルハナだったそうで、小さい時は取りつかれるからしちゃダメだと叱られたそうです。ですがある時、スルハナになる力がついてきたことを感じたおばさんはスルハナについて教えてくれたそうです。特別なトレーニングなどは必要なく、自身の精霊と会話をしアドバイスをもらっているそうです。また誰にでもこの精霊はついているもので、自分についている精霊には名前をつけ、自ら精霊の名前を呼び、話をよく聞き受け入れることが大切で、その忠告を無視し続けているとだんだん助言をしてくれなくなるそうです。皆さんも何か直感で危機を感じ、
回避をした経験が一度はあるのではないでしょうか。そのようなものは大抵、精霊が教えてくれているもので、こちらから耳を傾けることで、その精霊も助言をたくさんしてくれるようになるそうです。先天的にこのような能力がなくとも、後天的に身につける方法もあるそうで、一番大切なのはリラックスすることです。リラックスし、心を落ち着かせ、ろうそくを灯し火を右に動かしたり左に動かしたりと念じ、コントロールします。それを繰り返すことで、自分の手からエネルギーが出てくることがわかるようになっていきます。また、それが見えるようになることもあるそうです。このような訓練がとても良い方法だそうです。例えば何かの列に並んでいるときに前の人が振り向くことを予測してみたりすることも良い訓練になるそうです。このような小さな未来予測を繰り返すことでこのような力が身につくみたいですね。では、B さんはどこまでの未来を予測できるのでしょうか。ここで、B さんが未来を予測しどのように対策したのか、その一例を紹介しましょう。B さんは2023年5月、大きな台風がグアムに来ることを予測していました。そして、その台風により、庭の巨大な木が倒れることで自宅が崩壊する未来が見えており、それまでの期間、木が自宅に倒れないように家を守ることに集中し、祈りを毎日行っていた。実際、風向きはまさに家の方向に木が倒れるような向きでした。ですが、巨大な木は反対方向に倒れ、自宅は崩壊せずに済みました。最終的に庭や農園に生えている木々は倒れ、復旧が大変な状態にはなりましたが、家だけは無事でした。この祈りが、まさにマインドの力なのでしょうね。自然の力までも変えてしまう祈り、マインドの力の凄まじいパワーには驚きです。そんな B さんはこれから来る未来に警告を出しました。その内容というのは、2、3年後に大災害が起こるというものです。アメリカでも、グアムでも日本でもない場所でその災害は起こると発言しており、我々にできることは祈ることだけですと語っています。さらに、現在ウクライナとロシアが戦争をしていますが、もう一つ大きな戦争が起こるビジョンが見えるそうです。ここでも、祈ることはとても大事だと発言しています。現在はテクノロジーが進歩しすぎてしまっていて、一番大切な家族とのつながりなどを忘れてしまっています。心と心が離れてしまっている。一人一人が人間には何が必要なのかを思い出して優しい心を持っていれば戦争を回避することも可能かもしれないと語っています。この戦争は大きな戦争に発展する可能性が高いとし、例えば、日本はアメリカの援助を送ったりすることもあるかもしれない。いろいろ困難はあるけれど、みんなが助け合ってなんとか生き残ることができると発言しています。戦争といえば、台湾有事などの問題がありますね。この戦争は第三次世界大戦に発展する可能性も十分にあるとされている戦争の一つでもあります。ですが、B さんは、未来に何が起こるかということは大きな問題ではない。今、この瞬間、時間、毎日を大切にして生きることが大切と語っています。今後、何が起こるかわかりませんが、このような起こるかもしれないことに対して、思いやりを持ち、平和な心で過ごすことが非常に大事なのかもしれませんね。いかがだったでしょうか。 B さんの心の広さ、祈りや思考することの大切さ、人間の思いやりの力の強さなど、心が浄化されるような考え方を持った方でしたね。これから起こるかもしれない災害、戦争、起こった時に取り返しがつかないことになる前に心の準備をして、私たちが生きる現在、今を大切にしましょう。では。こんにちは、明日来るの案内人です。皆さん、ご存知の通り、日本は地震が多い国です。せめて、次にどこで地震が起きるか分かれば。そう思う方も少なくないでしょう。まずは、皆さんにある方をご紹介します。京都大学の西村拓也教授です。西村教授は、地震の発生を予測するための新しい手法を研究しています。地震のメカニズムを理解するために GPS のデータを使用する GPS 活用手法と呼ばれる手法です。国は、地盤の動きを監視するために全国約1300カ所に電子基準点と呼ばれる装置を設置しています。西村教授は、GPS の位置情報を活用して地盤の動きを捉え、
地震の研究に役立てようとしています。これにより、日本列島の歪み分布図が作成されました。分析結果からは、近畿や九州などがオレンジ色になっており、歪みが蓄積されていることが示されています。西村教授は、過去に能登半島地震を正確に予測し、その的中率の高さで注目を浴びています。2020年12月頃からは、石川県珠洲周辺で謎の地殻変動が観測され、地盤が約3センチメートル隆起していました。この地殻変動に合わせるように、珠洲市周辺では2021年に群発地震が相次ぎ、震度1以上の有感地震が80回近くも観測されました。西村教授の地震予測は、地震学の最先端の科学的研究に基づいており、詳細な分析結果に支えられています。過去の地震データや質的な証拠も考慮されているため、予測の信頼性が高まっており、西村教授は今後の地震研究について次のように述べています。GNSS を利用した観測点は現在、国土地理院の基準点が全国1300箇所ありますが、今後さらに急速に増える見込みです。特に民間の携帯電話会社などが独自の基準点を運用するケースが増えており、例えばソフトバンクが全国3300箇所以上に GNSS 観測データを活用しています。また、海底の観測網も南海トラフや日本海溝沿いにどんどん新設されているため、データはますます増大するでしょう。データの増大に対応するためにも、機械学習や情報科学を使った処理が今後は必要不可欠になると考えています。地震の予兆として、地震が起きる前の異常な地面の動きが注目されています。例えば、2020年12月頃に石川県珠洲市周辺で観測された謎の地殻変動がその一例です。また、南海トラフ地域では28年前から1メートル30センチもの地面の変動が観測されています。ただし、気象庁は今回の地震を巨大地震の前兆とはみなしていません。しかし、一部の研究者は今回の地震と南海トラフ地震の関連性を指摘しています。たとえメカニズムが異なるとしても、地震活動同士は関連している可能性が高いと考えられています。また、最近の地震には共通点があり、フィリピン海プレートの活動によって引き起こされているとされているのです。2024年に入って震度5弱以上の地震が23回も観測されています。これらの地震は福島、北関東エリア、青森、岩手、宮崎、愛媛、高知などで起きており、フィリピン海プレートの沈み込みに伴って発生していると考えられています。このような地震活動は以前とは異なるものであり、フィリピン海プレートの地震活動が増加している根拠です。また、台湾の地震もフィリピン海プレートの活動と関連しており、日本国内の地震とも相互に影響し合っている可能性があります。では、次に地震が起きる場所はどこなのでしょうか。西村教授と笠原名誉教授が挙げた場所は、南海トラフと北海道東部です。笠原名誉教授は南海トラフを挙げた理由について、四国、紀伊半島、静岡、関東など広範囲に影響を及ぼす可能性があると述べています。一方、西村教授は北海道東部を挙げた原因を次のように語っています。釧路、根室地方でも地面の動きが観測されているんです。これはいつかわからないけれども、次の地震に向けて着実に歪みが蓄積されているということです。時計の針が進んでいる状態と考えられます。さて、皆さんは活断層という言葉をご存知でしょうか。活断層とは、日本の内陸や周辺海域に存在する断層で、地質調査などによって地震を繰り返し引き起こしていることが確認されているものを指します。活断層の地震は震源が比較的浅く、内陸で発生するため、阪神淡路大震災や熊本地震のような甚大な被害をもたらします。国は、おおむね 20km 以上の長さを持ち、地震が発生した場合に社会や経済に大きな影響を与える114の活断層を主要活断層帯として認定し、重点的に調査や評価を行っているのです。海溝型地震とは異なり、活断層の地震は数千年単位で発生するため、発生確率は極めて低いです。2016年の熊本地震を引き起こしたとされる断層帯の一部の区間でも、地震の前と今後30年以内の発生確率は、ほぼ 0% から 0.9% と評価されており、危険性が適切に伝わらずに逆に安心感を与える情報となったと指摘されています。このため危険度は確率ではなく、4段階のランクで分類されています。S ランクと A ランクという活断層帯の中で、最も高いランクは S ランクであり、次に A ランクとなっています。全国には S ランクの活断層帯が31箇所存在し、例を挙げますと、北海道の黒松内低地断層帯、石川県の森本戸ヶ子断層帯、島根県の新地鹿島断層などがあります。
また、A ランクとされる活断層帯は全国に35箇所存在し、中には阪神・淡路大震災が起きる直前の発生確率を超えているものもあるということです。阪神・淡路大震災を引き起こした活断層帯の地震直前の発生確率は 0.02% から 8% であり、現在の S ランクの範囲に含まれています。そのうち、糸魚川・静岡構造線断層帯と中央構造線断層帯の一部区間、三浦半島断層群など、合計8つの活断層帯では発生確率が 8% を超えており、阪神・淡路大震災以前よりも危険性が高まっています。東京大学の平田直志名誉教授は、地震調査委員会の委員長として、活断層の存在は過去の大地震の繰り返しによって証明された重要な事実であると述べました。阪神・淡路大震災も活断層によって引き起こされたものです。日本全国には内陸や沿岸に多くの活断層が存在しており、改めて地震への備えが必要です。一方、新潟県中越地震や岩手・宮城内陸地震など、これまで知られていなかった活断層が地震を引き起こすケースも相次いでいます。能登半島地震も、石川県の能登半島付近の活断層によって発生したと考えられていますが、この活断層はまだ調査されていませんでした。日本海側でも海底の活断層が多く確認されており、どこでも地震が発生する可能性が高い状況です。また、九州南部の主要活断層帯のない地域でも地震の発生確率が高いことが、京都大学防災研究所の西村拓也教授の GPS データによる分析で示されています。西村教授は、活断層が近くに存在すれば地震のリスクが高まることは明らかですが、活断層が見つかっていなくても地震が起きる可能性があることにも注意が必要だと述べています。地震対策としては、耐震補強や家具の転倒防止など、身近な対策から進めることが重要です。一般的に、内陸地震の調査では航空写真や掘削調査などを通じて活断層の位置や地震の履歴などを調べ、将来起こりうる地震の規模や発生間隔を推定しています。しかし、これらの過去の記録だけでは全てのリスクを明らかにすることはできません。そのため、京都大学防災研究所の西村教授は、地殻変動の専門家として GPS データを使用して地震を引き起こす歪みの蓄積状況を分析し、地震の発生確率を算出する別の手法を研究しています。西日本を対象にした分析の結果、マグニチュード 6.8 以上の大地震が30年以内に起こる確率は、鹿児島県や宮崎県などの九州南部で 31% から 42% となりました。一方、地震調査研究推進本部が同じ領域で活断層の調査に基づいて算出した発生確率は 7% から 18% であり、GPS データを組み合わせることでより高い確率が示されました。西村教授は、地震の発生確率を長期的に予測する手法はまだ発展途上であり、様々な手法が存在します。GPS データも組み合わせて総合的な長期予測の精度向上に貢献できるように、今後も研究を進めていきたいと語っています。地震は、断層が移動することによって引き起こされると考えられています。小規模な地震では、断層の移動から揺れが始まり、そして終わるまでの時間は短いです。しかし、大規模な断層の場合はどうでしょうか。例えるなら、まるでドミノ倒しのようなものです。一つ一つの小さな断層をドミノとして考えてください。大きな断層は多数のドミノで構成されており、つまり小さな断層が連結して形成されています。地震が起こる前は、すべての断層が動いていない。つまり、すべてのドミノが立っている状態です。しかし、あるきっかけによって一つの小さな断層が動き始めます。これが地震の始まりです。この動きによって、隣の小さな断層も押されるように動き始めるのです。つまり、2番目のドミノが倒れます。そして、さらに隣の断層も動き始めます。これが3番目のドミノが倒れる状態です。このように、ドミノが一つ一つ倒れていくように、小さな断層は連鎖的に動いていきます。そして、ある理由によって断層の動きの連鎖が止まります。つまり、ドミノ倒しの連鎖が止まる。これが地震の終わりです。この時、断層の動き始めの場所を震源と呼びます。巨大地震は、マグニチュード 8.0 以上の場合、断層面の長さは 100km 以上にもなるのです。このような大きな断層は同時にずれることはできず、断層のずれは連鎖的に広がり、地震の持続時間も長くなります。例えば、東北地方太平洋沖地震、2011年3月11日、マグニチュード 9.0 の場合、揺れが始まってから終わるまでに約3分以上、兵庫県南部地震、マグニチュード 7.3 では、大きな揺れが始まってから終わるまで約50秒かかりました。地震が起きてから終わるまでの間、気象庁は日本各地の地震を観測し、マグニチュードや震源の計算を行っています。例えば、
東北地方太平洋沖地震では、最初の揺れを検知してからわずか 8.6 秒後にマグニチュード 7.9 の地震が発生したという速報が発表されました。マグニチュードの値が修正されることは稀ではありますが、それは特別な事態が発生したことを意味するわけではありません。地震のエネルギーを正確に評価することは困難ですが、マグニチュードはその一つの指標です。マグニチュードは様々な種類があり、それぞれの計算方法には限定や問題点も存在します。例えば、気象庁マグニチュードは地震の揺れを測定し、最も大きな揺れ幅を使ってエネルギーを推定する方法です。この値は速報や暫定値として利用され、津波の予測や災害救助の初動に役立っています。巨大地震の場合、気象庁マグニチュードでは長い持続時間の揺れが適切に評価されないこともあります。より正確なマグニチュードを求めるにはどうすればいいのでしょうか。実は、断層のズレに注目する方法があります。地震のエネルギーは、断層の長さ、幅、ずれ動く長さと比例しています。そのため、断層面の面積×断層面のずれ動く長さを計算することで、より正確なマグニチュードを推定することが可能です。これをモーメントマグニチュードと呼び、断層がした仕事の量を表しています。ただし、断層の面積やずれ動く長さを直接測定することは難しいため、地震計のデータを使用して推測する必要があるということです。速報や暫定値では気象庁マグニチュードが使用されますが、後に正式な値としてモーメントマグニチュードが適用されることもあります。特にマグニチュード8を超える巨大地震の場合、モーメントマグニチュードがより正確なマグニチュードとして採用されます。マグニチュードは一般的に知られている言葉ですが、その詳細については実は奥深いものです。地震学者たちは様々な方法を用いて、地震の大きさを正確に評価し、被害予測や防災対策に役立てるために研究を進めています。まとめますと、西村教授は GPS の位置情報を活用して日本列島の歪み分布図を作成しました。西村教授は、GNSS を利用した観測点は今後さらに急速に増える見込みです。さらに陸上だけでなく、海底の観測網も南海トラフや日本海溝沿いにどんどん新設されているため、データはますます増大するでしょう。データの増大に対応するためにも、機械学習や情報科学を使った処理が今後は必要不可欠になると考えています。と述べています。地震が起こる前の予兆について、西村教授は異常な地面の動きに注目していると述べました。今回の地震は、その南海トラフ地震の想定震源域内で発生しましたが、気象庁は巨大地震の可能性は急激に高まっていないと判断しています。しかし、一部の研究者は今回の地震と南海トラフ地震の関連性を指摘しており、東京大学地震研究所の笠原純三名誉教授はその一人です。その理由について、笠原教授はこう述べました。メカニズムは異なりますが、お互いに関連して発生しています。今回の地震は、南海トラフ地震と対になったような地震活動であると考えられ、影響が及ぶ可能性は非常に高いと思います。さらに最近起きている各地の地震にはフィリピン海プレートの活動という共通点があるとされています。次に地震が起きる場所はどこなのでしょうか。南海トラフと北海道東部が西村教授と笠原名誉教授によって挙げられています。西村教授は北海道東部を挙げた理由を、釧路・根室地方でも地面の動きが観測されています。これはいつかわからないけれども、次の地震に向けて着実に歪みが蓄積されているということです。時計の針が進んでいる状態と考えられます。と述べました。活断層とは、日本の内陸や周辺海域に存在する断層で、地質調査などによって地震を繰り返し引き起こしていることが確認されているものを指し、4段階のランクで分類されています。S ランクと A ランクという活断層帯の中で、最も高いランクは S ランクであり、次に A ランクとなっています。全国には、S ランクの活断層帯が31箇所、A ランクとされる活断層帯は全国に35箇所存在します。地震は、断層が移動することによって引き起こされると考えられています。小規模な地震では、断層の移動から揺れが始まり、そして終わるまでの時間は短いです。地震のエネルギーを正確に評価することは困難であり、マグニチュードはその一つの指標です。マグニチュードには様々な種類があり、それぞれの計算方法には限定や問題点も存在します。より正確なマグニチュードを求めるためには、断層のズレに注目する方法があり、地震のエネルギーは、断層の長さ、幅、ズレ動く長さと比例していることが分かっています。そのため、断層面の面積×断層面のズレ動く長さを計算することで、より正確なマグニチュードを推定することができ、
これをモーメントマグニチュードと呼び、断層がした仕事の量を表しています。このチャンネルでは様々な非常事態を想定し、どのように向き合っていくのかという情報を毎週アップロードしています。巨大地震に備えて今のうちにチャンネル登録をし、生存率を高めていきましょう。それではまた。1月1日に起きた能登半島地震というショッキングなニュースや、1月2日の飛行機の衝突による爆発事故で、新年明けましておめでとうございますという何度も聞いたこのフレーズを、今年はなんとなく躊躇したなんて方も多いと思います。私もなんとなくおめでとうが言いにくいと感じていました。さらにアメリカによるイラクへの攻撃もあったり、中国の研究チームが致死率 100% のコロナウイルスを作ったなどと言い出して、心から安心して生活を送れるのはいつになるかわからない日々が続いています。これらは2024年が開始してまだ1ヶ月程度でのことでした。皆さんも2024年はさすがに暗いニュースが多すぎると感じていると思います。ですが、これから先の日本にはまだとんでもない大災難が起きると言われているんです。その災害とは一体何なのでしょうか。こんにちは、明日来るの案内人です。近いうちに来ると言われている南海トラフ大地震についてお話ししていきます。まず想定される大災難としては南海トラフ大地震が挙げられると思います。南海トラフ大地震ってよく聞くけど実際何なの？みたいな方が多いと思います。なのでまず南海トラフ大地震についてお話しいたします。南海トラフは日本の太平洋側に位置する海溝で、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいる地帯のことを言います。この地域でプレートが歪みを溜め込むことによって断層が動き大地震が発生する可能性があると言われており、その地震が南海トラフ大地震です。過去にこの南海トラフでは周期的に大地震が起きており、特に記録に残る大きなものとしては1707年の宝永地震、1854年の安政南海地震、1946年の昭和南海地震などがあります。これらの地震はそれぞれ大きな被害をもたらしました。専門家たちは地震発生の周期や過去の活動パターンを分析して、南海トラフでの次の大地震発生の可能性について研究を重ねています。その結果、今後30年以内に 70% 以上の確率で大地震が起きるとの予測も出ているらしく、この地震が起こると最大で震度7の揺れが予想されています。これによる被害総額は日本の国家予算の2倍とも予想されています。さらに詳しく南海トラフ大地震の規模や被害について知りたい方は、明日来るの過去の動画もぜひチェックしてください。この南海トラフ大地震は起こるかもしれない遠い未来の話ではなく、私たちの生活に直結したリアルな災害の話です。現在科学技術の進歩により地震の観測網や予測技術は向上し続けていますが、自然現象の複雑さから正確な発生時期や規模を予測することは依然として難しい状況です。ですがそんな南海トラフ大地震の発生を予知している方がいるんです。それが漫画家の辰木亮さんです。この方はしばしば夢の中で災害や事件に関する予知夢を見ると言います。そしてその予知夢を私が見た未来という漫画にして出版しています。この漫画の予言は、今までに東日本大震災や新型コロナウイルスなどの出来事を的中させてきました。そんな辰木亮さんが私が見た未来の完全版の出版前に、本当の大災難は2025年7月にやってくるという夢を見て、これは書かなきゃという使命感に駆られ急いで加筆したらしく、この予知夢が東日本大震災の夢を見た時の状況とよく似ていたといいます。そしてこの2025年7月5日の大災害が南海トラフ大地震ではないかと言われているんです。今から1年と少し先の未来に国を揺るがすほどの大地震が来る姿なんて想像もできますか。ではもう少し辰木亮さんの大災害の予言について詳しくお話ししていきます。まず予知夢の詳細ですが、2025年7月5日4時18分に巨大津波が起こるといったものです。さらに私が見た未来完全版には、2021年7月5日4時18分にボコンと海が盛り上がってという夢を見たといったイラストとコメントが記されています。また2022年2月5日午前4時18分にも同じ夢をより詳しく見たといいます。その内容が、日本とフィリピンの中間あたりの海底がボコンと破裂し、太平洋周辺の国に巨大な津波が発生し、香港から台湾そしてフィリピンまでが地続きになるような感じに見えて、その津波の高さが東日本大震災の3倍ほどあったというんです。2021年に見た夢のイラストについては諸説ありますが、少し怖い説がささやかれています。それがトンガの噴火と似ているという説です。
2022年1月15日、南太平洋に位置するトンガ王国近くで、ハンガトンガハンガハーパイという海底火山で壮大な噴火が発生しました。この噴火は、世界中で観測されるほどの大規模なもので、噴煙は大気中に数十キロメートルにも達し、火山灰やガスが大量に放出されたことが報告されています。この噴火の影響で、広範囲にわたって津波警報が発令されました。約8000キロも離れた日本を含む太平洋沿岸の多くの国々で、津波の到達が確認されており、その高さは場所によって数十センチメートルから数メートルに及んだとされています。実際に日本では 1.1 メートルの津波を観測しました。トンガでは、津波による被害が特に甚大で、沿岸部の集落が押し流されるなどして、多くの住民が避難を余儀なくされたんです。この噴火の特徴の一つは、その音が遠く離れた地域まで聞こえたことです。例えば、アラスカやフィジーなど、火山から数千キロメートル離れた場所でも爆発音が観測されたらしく、その規模の大きさを物語っていますよね。環境への影響も報告されており、火山灰が広範囲にわたって降り積もることで、農業や水資源に悪影響を及ぼすことが懸念されています。この噴火のポイントは2点あります。一つ目は、噴火当初は津波の心配がないとされていたにもかかわらず、世界各地に津波が訪れたことです。気象庁はこの噴火を受けて、若干の海面変動が予想されるが、被害の心配はない、と発表しましたが、その5時間後に津波警報を発令しました。ポイントの2点目は、火山灰が広範囲にわたって降り積もることです。火山からの噴出物は時に地面の形を変えてしまいます。もしも大きな規模でこれが起きたら、予言にあった、香港から台湾そしてフィリピンまでが地続きになるような感じに説得力が出てしまいます。考えすぎだし、地震の話でしょ?と思っている方もいるかもしれませんが、そうではないんです。辰木亮さんが言っているのは、あくまでも大災難というキーワードです。ですが、実際に我々の住む日本で噴火する火山なんてあるのでしょうか。海上保安庁の海域火山データベースによると、日本の海域に存在する火山は35個確認されています。特に問題視するべき火山は、伊豆東部から連なる火山群です。ここは火山の数もそうですが、日本列島への近さもかなり問題です。もしもこの火山のうち一つでも噴火したら、トンガの時のような津波が、神奈川県を襲うことになり、首都圏へと大打撃を与えることになります。もう少しだけ詳しくお話しすると。例えば、海底火山が急激に噴火し、大規模な地滑りが発生した場合、そのエネルギーによって津波が発生する可能性があります。また、噴火によって火山帯が大きく変形すると、海に向かって大量の岩石や灰が流れ出し、それが津波を引き起こすことも考えられます。津波の発生があるとして、神奈川県における影響の程度は、噴火地点からの距離や海底の地形、津波が広がる方向、そして沿岸地域の地形によって大きく変わりますが、相模湾に面した神奈川県の沿岸部は、特に津波が直接到達しやすい地域です。しかし、湾内での津波の挙動は非常に複雑であり、湾内での波の反射や干渉によって、津波の高さや到達時間は予測が困難です。なので、常に最新の情報や避難所を心得ておく必要があります。首都直下地震と南海トラフ大地震は、日本における2つの大きな地震リスクであり、その関連性については学術的にも注目されているそうです。しかし、これら2つの地震が物理的に直接関連しているわけではありません。それぞれが異なるプレート境界で発生する地震で、発生メカニズムや影響範囲が異なりますので、お話ししていきます。まず、首都直下地震ですが、フィリピン海プレートの下に、北アメリカプレートが沈み込む関東地方の直下で発生する可能性があります。これは、東京都心を含む関東平野で起きる地震で、その影響は首都圏に集中することが予想されます。そのため、問題視されているんですね。一方で、南海トラフ大地震は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む、南海トラフ沿いで発生する地震です。これは、四国から東海地方、九州の南東沖にかけての広範囲にわたる可能性があり、特に西日本に大きな影響を与えるとされています。それぞれの地震が発生した場合、一方がもう一方の地震活動に影響を与える可能性は完全には否定できません。ですが、現在の地震学ではその確かな関係を証明するにはまだ証拠が足りないと言われています。ただし、大規模な地震活動は、遠隔地の近くにもストレス変化を引き起こす可能性があるため、理論的には一方の大地震が他方の地震活動を刺激する可能性はゼロではないとされています。また、首都直下地震と南海トラフ大地震が発生した場合、どちらも日本の経済や社会インフラに甚大な影響を及ぼすため、国は総合的な災害対策の必要性を示しています。
政府や自治体は、これらのリスクへの備えとして、地震に強い建築物の設置や、防災訓練の実施、情報伝達システムの整備など、様々な予防策を進めています。首都直下地震と南海トラフ大地震は直接的な関連性は明らかではありませんが、いずれにしても日本が直面する大きなリスクであり、それぞれの地震に対する、それぞれに適した備えが必要です。建物の耐震性を上げるとか言っても、お金かかるし、と思う方も多くいると思います。今回は、お手軽にできる地震対策をご紹介します。お手頃価格で購入できる地震対策グッズには、以下のようなものがあります。家具転倒防止グッズ。L 字型やフラット型の家具転倒防止金具、地震対策マット、家具ストッパーなどがあり、いずれも比較的安価で手軽に取り付けることができます。これらは400円から2000円程度で購入できます。例えば、耐震ジェルなどは500円程度で購入できます。防災頭巾。地震発生時に頭部を保護するための頭巾で、収納時はクッションとしても使用できます。防災頭巾は4000円程度で購入可能となっています。非常用ブザー。地震で閉じ込められた際に、助けを呼ぶための防犯ブザーです。600円から1000円で購入できます。非常用ライト。手回し充電式やソーラー充電式の LED ライトは、電池が不要で繰り返し使用できます。こちらは2500円前後で購入可能です。非常食。長期保存が可能なレトルト食品や缶詰、乾パンなどが安価であり、非常食としてストックしておくことができます。こちらは3日分が3000円から6000円で購入できます。水の備蓄。保存水はもちろん、水を衛生的に保存できる水タンクや浄水器も手頃な価格で提供されています。安いものであれば3000円から5000円で購入可能です。緊急避難セット。応急処置セットや簡易トイレ、毛布、ポンチョ、ホイッスルなどが入ったコンパクトな避難セットも市販されています。これは3000円から1万円で購入可能です。最近は100円ショップでも購入可能で、高価なものでなくとも基本的な地震対策をすることが可能です。ただし、購入する際には、商品の耐久性や安全性を確かめることも大切です。また、地震対策グッズを購入した後は、定期的に内容物を確認し、賞味期限のあるものは適時に入れ替えることが重要です。いかがでしたか？このチャンネルでは、様々な非常事態を想定し、どのように向き合っていくのかという情報をアップロードしています。長距大地震や巨大津波に備えて、今のうちにチャンネル登録をし、生存率を高めていきましょう。それではまた。